今回ご紹介するのは JR 西日本小浜線の東小浜駅です。東小浜駅は福井県小浜市小乳にあり、1953年、昭和28年8月14日に日本国有鉄道小浜線の小浜新平野間に新設開業しました。2019年度の1日平均乗車人員は335人で、小浜線内では比較的多い部類に入ります。これは近隣の中学高校への通学需要のため、朝夕を中心に列車が混雑します。当駅は敦賀地域鉄道部が管理し、自治体が窓口業務を受託する簡易委託駅です。係員不在時に備えて自動券売機も設置されていましたが、現在は撤去されています。なお JR 西日本金沢支社は2030年度令和12年度までに委託業務を廃止し、無人化する方針としています。当駅は南側に単式ホーム一面一線を有する地上駅で、小浜市総合福祉センターとの合築駅舎を備えています。2002年には第4回中部の駅100選に選定されました。開業当初、地元では駅名を所在地で郡名にもなっている小乳駅と要望しましたが、難読駅になるとして現在の東小浜駅になったそうです。
ご視聴ありがとうございました。